ナンバーアンダーラインアイアイスが海外で大人げ。ラテンビートが世界を魅了。さらに、アイスのセクシーさや情熱的な要素は、RB やラテン音楽の特徴を巧みに取り入れた結果と言えます。海外で急速に注目を集めている、アイスは、ナンバーアンダーライン愛のこれまでの活動における新しい一歩を示しています。彼らの音楽は常に多くのファンを魅了してきましたが、 この楽曲は特に異なる要素を組み込み、彼らの音楽的な幅広さと進化を示す象徴的な作品となっています。初めてアイスを聴いたとき、多くの人がラテン調のリズムに引き込まれ、自然と身体が動き出すような感覚を覚えたといいます。リズムの心地よさは歌詞の意味を超え、感覚的にリスナーを引き込む力を持っています。この点において、リズムやメロディーが音楽の中心であり、 言葉はそれを保管する要素となっているのです。特に海外のリスナーにとって、このラテン系のリズムやセクシーなトーンは、非常に魅力的に映り、彼らの人気をさらに加速させる要因となっています。しかし、この楽曲の成功の背景には、単にリズムやメロディーの魅力だけではなく、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれの才能が存分に発揮されている点があります。彼らの歌声、 特に三者三様のハーモニーは非常に高いクオリティを持っており、その声の重なりが曲全体に深みを与えています。これにより、リスナーは単なるポップミュージックとしてではなく、より情熱的で感情豊かな体験としてこの曲を楽しむことができます。ファンの間では、彼らの歌唱力やハーモニーに対する称賛の声が高く、また、この曲がいかに彼らの新しい音楽的な挑戦を示しているかについて多くの議論が交わされています。 特に、制作チームの緻密なプロデュースが楽曲の完成度をさらに引き上げ、全体として素晴らしい作品に仕上がっています。アイスは、彼らのアルバム全体の中でも特に異彩を放つ一曲であり、ファンはこの楽曲を何度も繰り返し楽しんでいます。サブスクリプションアルバムランキングで世界4位にランクインしたことは、彼らの音楽が日本国内にとどまらず、世界中で認められている証拠でもあります。 この結果に対して多くのファンが驚きと喜びを表していますが、同時に海外のリスナーがこの曲をどう受け止めているのかという興味深い質問も浮かび上がります。リズムやメロディーは国境を越えて感動を与える要素であり、特にラテン調の音楽は北米やヨーロッパで非常に人気があります。そのため、アイスがこのように海外で評価されていることは、ある意味で自然な結果であると言えるでしょう。興味深いのは、 ナンバー,ア,ンダーラインアイのメンバー自身がこの楽曲の制作に深く関わっているという点です。特に岸くんの意見がどのように反映されているのかという点に関して、多くのファンが関心を寄せています。彼のプロデュースによる楽曲はいずれも高く評価されており、今回のアイスでもその才能が遺憾なく発揮されています。岸くんの独特の高音は、曲のクライマックスをさらに引き立て、 神君と翔君の声が重なることで、楽曲全体に一層の奥行きが生まれています。このようなメンバー同士の声のバランスやハーモニーが、曲に複雑さと美しさをもたらしているのです。さらに、アイスのセクシーさや情熱的な要素は、RB やラテン音楽の特徴を巧みに取り入れた結果といえます。リスナーがこの曲に引き込まれる理由の一つは、その情熱的なリズムとメロディーが、 彼ららのの日常の感情や体験に共鳴すするからです多くのファンが指摘しているように、この曲は単なるエンターテインメントとしてではなく、より深い感情的なつながりを感じさせるものとして機能しています。それは、歌詞の内容にかかわらず、音楽そのものが持つ力によって引き起こされる感情の高まりによるものです。この点において、アイスはラテン音楽の特徴をうまく取り入れつつも、独自のスタイルを確立していると言えます。 彼らの楽曲は、単にラテン音楽の模倣ではなく、J-POP のエッセンスを取り入れた新しいジャンルを作り出しています。これは、日本の音楽シーンにおいても非常に革新的なアプローチであり、ファンや音楽業界からも高く評価されています。さらに興味深いのは、この楽曲がライブパフォーマンスでも大いに期待されている点です。ファンの間では、アイスにダンスパフォーマンスが追加されることを楽しみにしている声が多く、 特に MV やライブでの演出に期待が高まっています。ラテン調のリズムに合わせたゆったりとした、誰でも真似できるような振り付けが加われば、この曲はさらに多くの人々に愛されることでしょう。また、ダンスと音楽が一体となることで、視覚的な楽しさも加わり、楽曲の魅力が一層高まることが予想されます。このように、アイスは、ナンバーアンダーライン愛の音楽的な進化を象徴するだけでなく、 彼らの今後の方向性を示す重要な楽曲でもあります。特に海外での反響は、彼らが世界に向けて羽ばたくための大きな一歩となるでしょう。ファンの多くが指摘しているように、彼らの音楽は洋楽耳にも響くものであり、その普遍的な魅力が彼らの国際的な成功を後押しすることは間違いありません。また、この楽曲がキンキキッズの「情熱」や「雨のメロディー」など、 過去のラテン系 J p o p の名曲とも比較されることが多い点も興味深いです。日本の音楽シーンでは、これまでもラテン調の楽曲が根強い人気を誇っており、その系譜に、アイスが加わることで、さらに多くのリスナーに愛されることでしょう。この、アイスの成功を受けて、ナンバーアンダーライン愛が今後どのような方向性に進んでいくのか、ファンの間ではさまざまな期待が膨らんでいます。これまでにも、 彼らはリリースごとに音楽的な進化を遂げ、常に新しい挑戦を続けてきましたが、アイスはその進化の中でも特に大きなターニングポイントとなるかもしれません。楽曲のジャンルやスタイルだけでなく、彼らの音楽に対するアプローチそのものがより洗練され、国際的な視野を持ちつつも、日本のファンに対する敬意を忘れない姿勢が感じられます。これからの活動においても、 ナンバーアンダーライン愛が多様な音楽ジャンルに挑戦する姿勢は変わらないでしょう。特に、アイスの成功が示すように、彼らは世界中のリスナーに向けて音楽を発信する力を持っており、その影響力はますます大きくなっています。ファンの間では、次回作がどのような方向性を持つのか、ラテン調のリズムを引き継ぐのか、それとも全く新しいジャンルに挑戦するのかといった予測が飛び交っていますが、いずれにせよ、 彼らがファンの期待を超える作品を届けてくれることは間違いありません。また、彼らがこれから展開するライブやツアーも大いに期待されています。アイスは、そのリズム感とエネルギッシュなトーンがライブでのパフォーマンスにぴったりであり、多くのファンがライブでの演出に期待を寄せています。特に、ダンスパフォーマンスと融合することで、楽曲の持つ情熱やセクシーさがさらに引き立ち、 視覚的な面でででもファンを楽ししませるることができるでしょうライブのたびに新しい演出やパフォーマンスが加わることで、ファンは何度でも彼らのショーを楽しむことができるようになり、そのたびに新たな発見があるというのは、ナンバーアンダーライン愛のライブが特別な理由の一つでもあります。さらに、彼らのファン層は日本国内だけでなく、海外にも広がりつつあり、国際的なファンダムが急速に成長していることも注目に値します。 SNS を通じて、彼らの楽曲やパフォーマンスに対する熱狂的な反応が世界中から寄せられており、特にアジア、北米、ヨーロッパのリスナーからの支持が強まっています。このような国際的なファンの声は、彼らが今後どのような形で音楽活動を展開していくかに大きな影響を与えるでしょう。彼ら自身も、世界中のファンと直接つながる機会を増やすことで、 さらに多くの人々にその魅力を伝えていくことを目指しているはずです。彼らの音楽の魅力は、単なるメロディーやリズムの美しさだけでなく、メンバー一人一人が持つ個性や情熱が反映されている点にあります。ナンバーアンダーライン愛は、音楽を通じて自分たちの物語や感情を伝えることに非常に優れており、それがファンとの深い結びつきを生んでいます。特に、アイスでは、 その情熱やエネルギーがこれまで以上に強く感じられ、リスナーはその音楽を通じて彼らの成長や進化をリアルタイムで感じ取ることができるのです。このような音楽的な進化を続ける彼らを、ファンはこれからも支持し続けることでしょう。最後に、アイスの成功は、ナンバーアンダーラインアイの今後の音楽活動にとっても非常に重要な意味を持つものです。この楽曲をきっかけに、彼らはより多様な音楽ジャンルに挑戦し、 ささらに新ししいいスタイルを確立していくことが期待されますファンは今後も彼らの音楽的な成長を楽しみにしており、また、世界中のリスナーに向けて彼らの音楽が広がっていくことを願っています。アイスは、その第一歩となる楽曲であり、これからも多くの人々に愛され続けることでしょう。